さあ皆さん、待ちに待った2024-25 シーズンの NBA が開幕しましたね。あ、すいません、本当はねもっと前にこの動画出す予定だったんですけど、思ったより河村勇輝が活躍しちゃったんで、動画投稿のスケジュールがずれてしまって開幕になってしまいました。ご了承ください。というわけで本動画では NBA のアワード予想をやっていこうかなと思います。まだ NBA そんな詳しくない人っていうのもね、 NBA にはこういうアワードがあるってとこも勉強にもなると思いますので、ぜひながら聴きラジオ感覚でお楽しみください。それでは行きましょう。で、基本的に本動画ではこのアワードたちの予想していこうと思います。まあクラッチオブザイヤーとかはどうでもいいから省いてますね。まあ一人をね当てに行くってもちょっと難しいし、動画の尺的に厳しいんで、筆頭、対抗、大穴の3人予想させていただきます。で、シーズン終わった時に答え合わせをしていこうという話なんですけど、ちょっとまだ全然考えついてないけどね、なんか当たってたり外れてたりしたらペナルティとかプレゼント企画とかやればいいなと思ってるんで、そちらの案とかもコメント欄でアドバイスください。現実的な範囲でお願いします。まずは新人王ルーキーオブザイヤーからいきましょう。私のヒット予想はサンアントニオスパーズドラフト4位指名ステフォン・キャッセルで行かせていただきます。ちょっと新人は初っ端からかなり悩みました。まあ、昨シーズンはみんなも分かってると思うんですけど、ビクター・ウェンバヤマさんですね、圧倒的でした。そう、新人王が例年選ばれる基準っていうのはチームの弱さってのはあまり関係ない、スパーズ最チームの強さ弱さってのはあまり関係ない、スパーズ昨シーズン14位でしたからね。それよりも個人スタッツの派手さが重要ですね。まあ、ウェンバヤマは言わずもがなだし、1年前のバンケロっていうのも得点が派手だったけど、今年のドラフト上位指名のルーキーたちって割と素材が型の選手が多くて、そのチームのスタメン張れるかっていうと微妙な選手多いんだよね。けどスパーズのチーム事情を考えて、まあデビン・バセルが怪我がちゃったり、クリス・ポールもまあ年だからね安定して出ないと考えて、ステフォン・キャッスルが後半からプレータイムを伸ばして得点スタッツを伸ばしていくと考えて彼を予想させていただきました。プレシーズンとかサマーリーグ見ててもだいぶいいからね。で、対抗の予想なんですけど、ヒューストンロケッツドラフト3位指名リードシェパードにさせていただきます。ここも正直めちゃめちゃ悩みました。ロケッツのスタメンシューティングガードジェイレン・グリーンでほぼ確定ですからね。シェパードはシューティングガード絶対シックスマンで最初は出てくると思うんですけど、このドラフト上位ロッタリー指名の中では一番完成度の高い選手。自分でプレイメイククリエイトができて、攻守ともにバランスのいい能力していますから、まあ、ロケッツのバスケにも合うんじゃないかなというところで、スタッツ自体は例年の新人王より派手にはならないと思うけど、なんか消去法で選ばれてもおかしくないかなと思いました。では最後に大穴予想ですが、ロサンゼルスレイカーズ17位指名ダールトンコネクトとさせていただきます。まあ大穴なんでね、ちょっとふざけもバイアスもかかってますけど、どうせ今年レイカーズ弱いんで、まあどうせレブロンとか衰えたりサボったりするし、主力のメンツも怪我とかじゃないと思うから、今の時点でコネクトって大体9人目のローテーション選手なんですけど、なんか中盤後半になるにつれてミニッツ増えるんじゃないかなと思ってます。そして大学4年生からの NBA 選手なので、完成度もね年齢的に高いんですよね。外のシュートが上手いスコアラーですから、スタッツ自体は伸びやすいと思います。で、ちょっと補足しておくと、1位のザカレリーサシェアレクサンドル・サールっていうのはポテンシャル型はまだ完成度が低いし、年齢も若いから、ゆくゆく NBA のスターになる可能性なくはないけど、新人を取るレベルじゃないかなと思いましたね。皆さん的にはね、新人予想誰だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。続いてシックスマンオブザイヤー、私の本命予想ですが、ミルウォーキーバックスボビーポーティスとさせていただきます。いや、結構地味なとこを予想したんですけどね、昨シーズンはちなみにナズリードでした。このボビーポ結構同タイプなんですよね。バックスのシックスマンビッグマンというところで、スリーポイントが上手くてスコアリング能力に秀でている。このシックスマンオブザイヤーもチームが強いか弱いかっていうよりかは、スコアリング能力が求められたりします。で、実は昨シーズンナズリードとほぼスタッツボビーポ変わらないですし、バックスのフロントコートの層も薄いからね、彼の得点は伸びるんじゃないでしょうか。続いて対抗予想ですが、インディアナペイサーズのベネディクト・マスリンにさせていただきます。もしかしたらスタメン説もあるんだけど、僕はニー・スミスがスタメンスモールフォワードやると思っているので、シューティングガードがネムハードと考えるとマスリン6番に回るかなと思っています。昨シーズンはちょっと怪我で後半出てませんでしたけど、スコアリング能力ピカイチですから、彼の得点スタッツも伸びると思います。最後に大穴予想ですが、オーランドマジック、コール・アンソニーを予想させていただきます。もう彼は往年のシックス・オブ・ザ・イヤー取ったスコアリングガードタイプですから、マジックちょっと火力不足なところも含めて、控えのコール・アンソニーのスタッツっていうのは伸びるんじゃないかなと予想します。で、ちょっと補足しておくと、シックス・オブ・ザ・イヤーね、なかなか2年連続で受賞しないんですよ。だからナズリードっていうのは外させていただきましたし、ワンチャンランドルダメすぎてスタメンに上がる可能性もありますからね。あとは開幕前にベンチ予想だったけど、なんだかんだ八村とか見たくね、シーズン途中にスタメンになってる可能性もあるから、シックスマン賞もなかなか予想が難しい項目となっております。皆さんの予想もぜひコメント欄で教えてください。続いて最も予想が難しいアワードと言われております、 Most Improved Player MIP、 昨シーズンはシクサーズのタイリース・マキシーでした。で、私の今シーズンの本命予想は、
インディアナペイサーズアンドリュー・ネムハードとさせていただきます。まあ、個人的にめっちゃ好きっていうところもあるんだけど、昨シーズンのプレーオフね、途中でハリーバートンが抜けました。まあ、シーズン中も抜けてたりしたけど、その時のネムハードオールスター級でしたからね。攻守において穴がない。チーム事情でセカンドオプションサードオプションだけど、今年僕はペイサーズのファーストオプションになってもおかしくない選手かなと思ってます。そしてこの MIP ってのも昨今の受賞のね、法則というものが存在します。チームの2番手以上のオプションかつ初オールスターに選ばれた選手が取ってるんですね。まあ、昨シーズンはマキシーでセカンドオプションオールスター選ばれてる。その前はラウリ・マルカネンファーストオプションオールスター選ばれてる。ジャモラントとジュリアス・ランドル、ブランドン・イングラムとこの基準を満たしているので、ネムハードはその基準に達するんじゃないかなとは思って予想しました。続いて対抗予想ですが、オクラホマシティサンダー、ジェイレン・ウィリアムズ、通称ナオミを予想させていただきます。まあ、MIP 結構チームの強さが関係ある時もあるので、昨シーズン西1位、今シーズンもなんかぶっちぎり強そうなので、 SGA の2番手ナオミっていうのはスタッツ伸びていくんじゃないかなと思います。あ、ちなみにね、3年目以降の選手が受賞しやすいって言われてるから、ナオミは今年3年目、平均20点ぐらいは超えてくると思うんで濃厚なんじゃないかなと思ってます。続いて大穴予想ですが、ゴールデンステイトウォーリアーズ、ジョナサン・クミンガを挙げさせていただきます。実は僕はからね、昨シーズンも MIP 予想したんですけど、惜しかったね。まあまあ良かった。で、今年はクレイっていうボールの持つ選手もいなくなったし、4年目というところで非常に受賞しやすい選手ですね。オールスター行くかって言われると、まあウォーリアーズの怪我人事情次第とかでもあるけど、平均20得点とか言ったらばワンチャンあるかなと思います。ポテンシャル的に全然ありえなくないですからね。皆さん的には MIP 誰が取ると思いますか？ぜひコメントで予想してみてください。続いて最優秀守備選手賞 DPOY。 昨シーズンはゴベアが通算4度目最低タイを取りましたね。ちょっとつまらないんですけど、本命予想はサンタニオスパーズ、ビクター・ベンバヤマとさせていただきます。もうええでしょこれで。他に誰がいるって言うんですか？ゴベアが5回目受賞しても面白いと思うけど、このアワードって記者投票なんですよね。 DPOY 連続受賞っていうのは過去に全然事例はあるんだけど、飽きるんじゃないかなと思ってゴベアは外す。で、ベンバヤマさん昨シーズンの DPOY 投票2位でした。ルーキーながらね、スパーズが14位と弱かったし、ディフェンスレーティングも悪かったけど、ブロックを取ったし、個人のディフェンス能力がヤバすぎた。まあ2年目というところでもっとヤバくなるでしょう。もう DPOY 今年一番予想簡単だと思うわ。まあその上で対抗を上げさせていただくと、オクラホマシティサンダー、ルージェンツ・ドートにさせていただきます。これだいぶ攻めた予想ですね。ドートって実はね、オールディフェンシブチーム一回も選ばれたことないよ。なぜかっていうと、サンダーが再建期弱かったから。でも実力的に言ったらね、ディフェンシブチーム全然選ばれてもいいし、 DPOY 取るレベルのディフェンス能力を持っている。まあシューティングのスモールフォワード選手というところで、ウィングの選手受賞しづらいんですけど、過去にカワイ・レナードとか例はあるからね、それくらい言ってもおかしくないかなと思います。そして大穴予想ですが、オーランドマジック、ジョナサン・アイザックとさせていただきます。ここもだいぶ攻めた予想ですね。マジック昨シーズンは、ジェイレン・サックスがディフェンスセカンドチーム受賞したんですけど、アンカーの選手、センター選手は誰も取らなかったんですよね。マジックディフェンスレーティング2位だったけど。で、今年のマジック KCB が入って、さらにディフェンスが良くなる。アイザックちょっとスタメンか6マンか怪しいですけど、仮にスタメンとして出るんだったら、DPOY 取れるレベルのポテンシャルは持っていますから、ちょっと攻めた予想とさせていただきました。まあ、あと時点でバムとか AD とか上がってくると思うけど、AD はないですね。レイカーズのペリメーターディフェンスチンコなんで。はい、皆さんの DPY もコメント欄で予想してみてください。お次はコーチオブザイヤー COTY ですね。あんま COTY って言わねえけどな。昨シーズンはオクラホマシティサンダーマイク・ディーグノートでした。で、今シーズンの私の本命予想ですが、オーランドマジック、ジャマール・モーズリーとさせていただきます。このコーチオブザイヤーも選ばれる法則というものが存在していまして、2パターンあるんですよね、まず。その年の NBA の最高勝率を記録したチームか、前のシーズン良くてめちゃめちゃ勝率を伸ばしたチームなんですよ。まあ、ディーグノートは昨シーズンはどっちもですね。その前の年、キングスのマイク・ブラウンっていうのは、3位だったけど勝率を大幅に上げたから選ばれています。で、昨シーズンのマジック5位というところで、上がり幅自体は小さいと思うんですけど、僕は今シーズン2位予想しています。まあ、セルティックスぶっちぎり強いと思うからね、時点でマジックも強かったら受賞可能性あるんじゃないかなと思ってます。続いて対抗予想ですが、ボストンセルティックス、ジョー・マズーラとさせていただきます。まあ割とつまらない予想ですけどね。昨シーズンは文句なしぶっちぎりのリーグ最高勝率でも受賞しませんでした。ディーグノートの振れ幅の方が優先されたからね。今シーズンセルティックスが何勝するかわからないけど、あまりサプライズチームヘッドコーチがいないと考えて、リーグ最高勝率はまたセルティックスが記録する。まあ昨シーズンから戦力あんま変わってないですからね。現状維持で強いというところを評価して、マズーラ行くんじゃないかなとは思ってます。で、大穴予想なんですけど、ロサンゼルス・ライカーズ、ジェイジェイ・レディックとさせていただきます。ああ、ここはもうふざけてやってるね。俺はレイカーズ今年西12予想してるんで、まあ12位だったら絶対取らねえ。まあだけど僕ね、逆張り心とかって言われてるんで、まあワンチャンレイカーズ強くて西4位とかになったらね、受賞する可能性ありますから、保険として大穴予想させていただきます。皆さん的にはコーチオブザイヤー誰が取ると思いますか？ぜひコメントで教えてください。
さあラストですね。最もアワード賞で価値のあるもの、 Most Valuable Player MVP。 昨シーズンはニコラ・ヨキッチ、ここ4年で3回目の受賞です。まず得点王ってのが受賞しやすいです。この例で受賞したのが近年だとジョエル・エンビード、ジェームズ・ハーデン、ラスト・ウェスブロック、ケビン・トゥラントあたりかな。そう、スタッツが派手であることがまず大事、得点が一番重要視される。続いてその年のカンファレンス6位以上のチームのエースから選ばれやすいです。まあ1位の方が選ばれやすかったりするんですけど、絶対ではない、加減で6位って感じかな。ナゲッツでヨキッチ、サンダーのウェスブルクが6位でも選ばれていました。スタッツがめちゃめちゃ派手だったからね。でここも大事ですね。連続受賞ってのはあるんですけど、あんまり受賞回数が多いと飽きられます。 MVP も記者投票ですからね。その上で私の今年の MVP 本命予想は、オクラホマシティサンダー、シェイ・ギルジャス・アレキサンダー、通称 SGA を挙げさせていただきます。まあ理由としては、まず私は今年サンダーってのが最高勝率チームになるんじゃないかなと思ってます。最高勝率チームのエースも選ばれやすいですからね。これに当てはまってるのは近年で言うとバックスのヤニスで、 SGA は昨シーズン得点王レースにも絡みましたから、スタッツ上も派手になりやすい。で実は昨シーズン MVP レースでもニコラ・ヨキッチに次ぐ2位投票でしたからね。まあそこら辺の心象とかも加味して、ヨキッチが連続で今年は選ばれないだろうと、さすがに記者も飽きてるから順当にSGA かなと思ってます。まあとなると対抗予想はあの人になるでしょう。ダラス・マーベリックス、ルカ・ドンチッチ。彼を本命予想にする人も多いんじゃないかな。ドンチッチは昨シーズンの得点王。なかなかチームがね、勝率が高いシーズンというのがないですから、惜しいシーズンとかはあったけど、MVP には選ばれなかった。で、昨シーズンマブスファイナルまで行ってますから、その調子を維持すればチームも強い。また得点王レースとかに絡んだりしたらば、スタッツ上彼が選ばれてもおかしくはありません。まあ、この SGA とドンチッチの二強かなと思うんですけど、あえて大穴を予想させていただくんだったら、ニューヨークニックス、ジェイレン・ブランソンですね。まあ、3人ともポイントガードというところでちょっとつまらないんですけど、昨シーズンも MVP 投票ね、ファイナリストに入っていないとはいえ、惜しい活躍はしました。ニックスも東2位だったし、今シーズンもね、大型補強しましたよね。ミカルとキャットが入ってきた。で、よりボールを持つランドルっていうのが、まあ、昨シーズン途中からいなかったけど、ウルブスに行ったことによって、ブランソンがボールを持つ機会が増える。しかも彼のドライブレーンやスペーシングを開けるために、キャットとミケルっていうのは相乗効果働くと思います。平均30得点ぐらいいってニックスがね、東2位とか1位とかになったらば、彼の受賞も全然あり得るかなと思います。まあ他にはエンビーとか各年で取ったりとか、ウルブスのアンソニー・エドワーズとかもあり得るかもね。まああと、ウェンバヤマとか。はい、皆さん的には今シーズンの MVP 誰になると思いますか？ぜひコメントで予想してみてください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとまだね、クゾーレーティングの動画とか残ってるんで、1週間後か2週間後にはなりますけど、オール NBA 予想とかもしていきたいかなと思ってます。あと逆 MIP とか、不良再建選手とかワースト選手っていうね、おふざけ賞も考えていきたいんで、そこら辺なんていうの皆さんぜひコメントで教えてください。ワースト選手とかやったら炎上するかもしれないって言われるけど、俺そういうの全く気にしないからさ、そういう炎上させた人には媚びを売る気はありません。さあ、最終的にこの賞の予想ってのはどうなるんですか？シーズン終わりを楽しみにしていきましょう。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。